兵庫県立小野高等学校は、兵庫県小野市西本町にある県立高等学校を、略称は小野高。平成31年度より、スーパーサイエンスハイスクールの指定を受けている。西門兵庫県内で、古い歴史を持つ、伝統校の一つである。毎年卒業生のほぼ全員が、大学に進学する。小野市の中心部に位置し、神戸電鉄青線小野駅より、 徒歩3分の距離にある。旧小野藩の藩校跡地にあり、戦前は旧正の小野中学校であったが、戦後、1948年に小野高等学校と改称した。また、柳桜高等学校を統合して1949年より男女教学となる。当初は普通科とか製科を有していた。1950年に、商業科、1995年に、 国際経済科が設置。1986年頃より普通科内に1クラス40名の理数コースが設置されていたが、平成15年より工術の事情により募集を停止、カリキュラム等を大幅に変更した科学総合コースが設置されて、現在の科学探究科に至る。県内の公立高校では、神戸高校、兵庫高校、長田高校、加古川東、 高校、姫路西高校、姫路東高校、私立西宮高校に続く、進む学校であり、南韓国公立大学や有名私立大学へ、例年多数が入学する。伝統的に国立大志向が強い。近隣に、まともな予備校がない環境なため現役進学が多い。文部領土を重んじ、各種の部活動も盛ん。政治家、学者、財界人。 作家、プロ野球選手、アナウンサー、音楽家など多様な人材を輩出している。普通科のみ学生が適用され、科学探究科とビジネス探究科は喧嘩前域から出願できる。部活動は重要な試合の直前などを除けば、原則として試験前1週間と試験期間は活動が停止される。中間試験や、 期末試験は1日2から3次元の交差が4日から5日程度にわたって続くため、すべての部は試験があるごとに2週間程度活動ができない。しかし例外として試験中、もしくは直後に試合が控えている場合、試験中であっても練習が認められている。2008年度までは全学年8クラスで1、2、3と数字でクラス分けされていたが、 2009年度からは、62、63、改正普通科の分離の人数が、同じになってきたため普通科が6クラスになり、また、各、クラス AI で呼ぶことになった。普通科、AF、科学総合コース、G、商業科、H、国際経済科、I、括弧内は75回生、令和3年度より普通科が4クラスに減少した、ことで、 76回生からは1から3年生まで、すべて7クラスで数字のクラス分けに戻っている。他校の普通科と同様に文系と理系があるが、ここ数年で徐々に募集人数が減少している。最近は、理系の方が文系よりも人数が多い。分離選択は1年生の秋から冬にかけて、担任との面談等も踏まえながら、希望を調査し、来年度のクラス分けに反映される。 文系はさらに3年生に進級する際、文文と文理という2つのコース分けがされる。大まかに言えば文文は私立大学受験を目指す生徒、文理は国公立大学受験を目指す生徒という分類であり、文文は3年生時に理数系の授業がない。科目選択として文系は世界史または日本史、理系は物理、または 生物のどちらかを選ぶことになる。理系は受験科目としての地歴公民科は例年地理に統一されている。様々な分野で活躍できる人材を育成するという理念のもとに2003年度から給理数コースを廃止、新たに設置された。給理数コースとは異なり、科学総合コース、科学探究科の場合は文系の選択も可能である。文系の 時事英語は、三年時より始まるもので、週三単位であるが、英語のリーディングと文法事項を合わせたような内容になっている。また、今なお時間割の根本的な変更がままある。一年時より、他の普通科とはやや異なる方針と、時間割で進められている。必須、受験科目に加え、国際問題など、現実的な問題に対する考えや姿勢を育てる、ため、 様々なセミナーやフォーラムを組み込んだり、授業したりしている。なお、昔は、文系でも、数学 3C まで授業を行っていたが、現在は行われていない。一方理系は、キュウリ数コースと対して変わらない、カリキュラムのためか、文系より安定した、計画のもと、授業が組まれている。その代表的な科目である、応用数学は、3年次より始まるもので、 週二単位である。高校数学ではそれほど深くまで習わないような内容まで掘り下げて学んでいく科目である。分離共通の科目に探求という教科がある。普通科の探求とは Q の文字が違い、内容も少々異なる。一年次に論文の書き方、ミニ論文の作成を行い、二年次に本格的に各自で設定した課題の研究に入る。 しかしながら、大体は、指導教諭が先に設定した課題から選択して、グループで研究をするという形式になっている。2年生の3月には、1年生の科学、総合コースの生徒、各中学校の教諭、来年次の科学総合コースに合格した生徒の、うち希望者、保護者、地域住民を前に研究発表会を実施する。その後3年時の1学期で、 探究の授業は終了し、その間に研究をまとめて論文を作成一冊の本にする。2020年度より科学探究家として普通科から独立した。合わせて商国という通称がある。商業家として全国の商業学校が取得を目指している検定は7つあり、簿記実務検定1級、全商取材、電卓実務検定1級。 全省情報処理検定1級、商業経済検定1級、全省ワープロ実務検定1級、全省ビジネス英語検定1級、パソコン入力スピード認定試験1級である。7巻を遂げた者は、学校長から、学校表彰や、全省などから表彰状が授与されるが、ほぼ毎年7巻達成者が1名から2名いる。また、 日本で初めて7巻を取得したのも、小野高等学校商業科の生徒である。また商業科の生徒は、2年生になると、インターンシップがあり、自分でお世話になる企業を決め、自ら取引を行い、価格を決める。売れ残ったら自分たちで買うという特典付きである。2020年度より、商業科と国際経済科が合併し、ビジネス探求科となった。 どうかには、以下の3コースが設定されている。生活3原則の一つとして、清掃を掲げており、学期末に行われる、大掃除の他に月に一度ずつ、全員清掃の日を設定して、この日は、掃除当番以外のものも加わって、普段より念入りに掃除をする。大掃除は、体操服、全員掃除は、制服で行う。これらのため、校舎は、 決して新しくないにもかかわらず、内部の清掃は、比較的行き届いている。生活三原則として、挨拶励行、清掃徹底、時間厳守を設定しており、また、食事、起床、就寝の時間を固定する、三点固定へも生徒に、要求する。廊下、教室等で、生徒以外の人とすれ違う時は必ず挨拶をする、用紙し付けられている。 施設の名称にとにかく、影楼の文字が多いのが特徴である。また校舎は、増築や改築が繰り返され、全体的に階段や段差が多い。さらに、ホームルーム教室は、下駄箱から遠くに位置しているため、生徒を困らせている。出身者、ありがとうございます。